のゴースト選手が結構好きなんですけど、先日、ジョシュア・フィラー選手対ゴースト選手の試合を動画で検索したら、ジョシュア・フィラー選手のゴーストゲームが出てきてがっくりしたノリクです。こんにちは。今日は、前にお伝えした、キューテックのジャンプ級、プロペルの、こちらですね。プロペルのジャンプ級を使って1ヶ月ぐらいになるんで、それのデビューになります。まあ、それほど使って、そんなにジャンプ級を使うわけではないので、それほど、まあ、使ってるわけじゃないんですけど、大体感じは分かったので、ちょっとそれをレビューしていきたいと思います。それではどうぞ。私が7年のブランクがあるっていうのも理由の一つなんですけど、ブリヤード製品に詳しいっていうわけでは全くないので、上手に製品レビューができるか心配ですが、前回のプロペル開封動画では、太いとか高いとかしか説明できてなかったので、今回はちゃんとした製品レビューをしていこうと思っています。よろしくお願いします。目次になります。さて、今回のキューテックのジャンプ級、プロペルの使用レビューになります。1ヶ月ぐらい使ってますかね。カラーは、まあ、プレートは関係ないんですけど、ルビーレッドという色の名前になります。色の名前が超かっこいいんですよね。車の色の名前みたいな名前がついてます。ちなみに、黒色のプロペルは、ギャラクシーグレーという名前がついています。また、最近、ゴーストエディションっていうのが販売されています。このプロペルは、有名なシェンバン・ボーニングとか、フェダー・ゴーストなど、名だたるプレイヤーが使用しております。では、早速、試打してみようと思います。ちなみに、ところどころ今までメインで使用していたゴンブとジャンプ級の動画が混じっています。まず、ミドル動画です。いきなり的球が見切れてますね。ごめんなさい。これどのぐらいの距離だろう、25センチぐらいですかね。私の中ではミドルレンジのジャンプになります。他の飛ぶジャンプ級と同じだと思いますが、本当に軽く飛ばせるので級レベルがちょっと下げれる感じがあります。次はロングジャンプです。やっぱり軽く飛ばせてますね。テイクバック必要なのって感じで飛びます。まあ、福田さんの動画でもレビューしてるので、そっちを見ても軽く飛んでいるのはわかると思います。では今までメインで使用していたゴンブトの方の動画になります。こっちはプロペルと比べると結構力とかスピードが必要になってくるんですよね。次の動画なんですけど、プライバシーを考慮してモザイクをかけていますのでご了承ください。プロペルの別の特徴なんですけど、 ひねりとか押しとか引きが使えます。で、使う状況ねえじゃねえかっていうツッコミが来ると思って、この次で、そういう状況をセッティングしたんですけど全然そうなってないですね。本当は1番と9番近くにちょっと的球があって、カーブが必要な状況を設定しました。これと同じ特徴を持ったのがプレデターエアなんですけど、これで完全にお蔵入りになりそうですね。ジャンプカーブに関係して次に軽くタップの説明をしていこうと思います。これを可能にしているのが、プロペルに標準装備されているターム 2.0 というタップです。タームっていうブランド自体は日本では割と知られてない気がするんですけど、ヨーロッパではかなり有名な感じになっています。コピーがこれに変えてから世界タイトルを3つ取ったってことで有名ですかね。他にも確かイモネンとかジェイソンショーとかモリスとか使ってた気がします。もちろんタオム 2.0 じゃないですけどね、普通のこのタオムとかタオムプロの方ですかね。いっぱい種類出てます。このジャンプとかブレイク用のタオム 2.0 が軽くジャンプを可能にして、さっきみたいな押し引きひねりができるのかもしれません。固めのタップとは思いますが、ニューアートさんで見たところちょっと販売してなかったので、デュロー数値は分かりません。デュロ数値っていうのはタップの硬さですねをデュロメーターっていうので測るんですけど、それでタップの硬さを数値で示したものになります。なので正確な硬さは分かりませんでした。もうお気づきかと思いますが、このタップめっちゃ高いです。標準で装備されているのは得かもしれません。で、このタップなんですけど、側面が削れるっていうレビューも見受けられたんですけど、この削れるっていうのはブレイクにつけた時の話なんですね。
キューテックはそうですね、ブリーチっていうブレーキ球も出してるんですが、そう、大井プロが自腹で買ったという技のやつですね。そっちにもこのターオム 2.0 のタップがついていて、あのブレーキって人によって打者と擦ったりするじゃないですか。人によって、まあ、削れる人もいるっていうのがあるんで、そういう感じでブレークに使うと削れたりすることがありますよっていう話なので、ジャンプ級の場合大丈夫かと思います。次はダーツストロークになります。これは玉 2.5 個ぐらいかな、軽く飛びますさっきからそればっかなんですけど、それしか感想がそう思うんですもんね。しょうがないですね。これは比較してコンブトの方も増えてます。これはですね、はい、で次がベリーショート、的玉1個分ぐらいですかね、ベリーショート。このぐらいが、この球だと実戦で使える限界ぐらいになりますかね。コンブトでもちょうどこのぐらいが限界になります。まあ、私の場合は後でちょっと紹介しますけど、ベリーショート用のジャンプ機を持っているので、まあ、距離が弾 1.5 個以下はそっち使うかなっていう感じなので、この距離はあんまり使わない気がします。ロベルで飛ばすのはちょっと厳しいかもしれない。はい、プロペルのレビューの総括になります。私割と結構ジャンプを使う方なんですけど、まあ、今までコンブト級をメインで使ってきて、これが最強と思ってたんですけど、ある時、某玉屋の店員に最強のジャンプ級って何だろうねって聞いたら、プロペルでしょって即答されたんですよね。まあ、確かにそのコンブト、まあ、正式名はキーサンディのブラックジャックかなをはすごくいいんですけど、ロングジャンプとかの時に、結構狙えないとか、球がちょっと短いんですよね。短いんで狙えない感じがあったので、まあ、その欠点を補えるのは何かないかなと探している最中でした。まさしくそうで、そのゴムとか球の重さでジャンプさせる感じなので、まあ、絶対に飛ば安心感はあるんですけど、逆に言うとその細かいコントロールっていうのは、ジャンプコントロールっていうのはできない感じだったんですよね。で、プロペルはそのスピード、急スピードとかアングルによっていろいろな球を出せるので、その点はちょっとクロート向けだと思います。そうですね、ちょっと言葉で伝えるのは難しいんですけど、まあ、カラクッションで例えると、カラクッションで的球にセーフ取りに行くときは、的球のど真ん中を狙うと薄くても厚くてもセーフになるんですけど、上手くなってくると、これこっち側に当てたら渋く残るんじゃないとか、これここをか 薄く入れたら的球入れられるよねという風な感じになってきて、どっちかっていうともうちょっと上のレベルになってくるのかと思います。まあ、そういうことがすごいこのジャンプ級でしやすくて、まあ、セーフを取るんじゃなくて、まあ、入れに行けるジャンプ級になってると思います。まあ、最近のはそうだとは思うんですけどね。まあ、まさに最強のジャンプ級だと思いました。総括は以上です。はい、次にジャンプ級について語るんですけど、昔はジャンプ級がなかった時代っていうのがあって、ストリックランドとかがプレー級、普通の長いプレー級で飛ばせたりしてたんで、すげえなっていう感じだったんですけど、そのうちジャンプ級が出てきて、初めのジャンプ級はそうですね、ほとんど飛ばない球が多かった感じですね。で、飛ばせるだけですげえっていう時代があったんですけど、その後いろいろ出てきて飛ぶ球が多くなってきました。で、最近は飛んで暴れないみたいな、そういう売りにしてるのがあるんですけど、まあ私別に物理に詳しいわけじゃないんですけど、その同じ手玉の質量を持ったボールが同じスピードで同じ角度で飛んで、スレートに同じ風に当たった時に、この球でついた場合は暴れるとか、この球でついた時は暴れないとかって、その何かそのスピリットというか、その何かが怨念とかみたいなのがあるわけじゃないので、まあ変わらないと思ってます。なんで、まあ結果としてそれは暴れないんで、暴れないでいいんですけど、なんで暴れないかっていうと、私はちょっとそうですね、スピードとかそのジャンプする角度がちょっと前よりも低めになっているので、暴れないのがまあ本当のところかなと思っています。
でですね、それから、今は先ほど話したようにコントロールするレベルの感じなんですけど、まあ、私はいろいろジャンプ級を使ってきました。ジャコピーのジャンプ級とかですね、レインボーとか、エアシューターとか、うん、あれ結構飛ばない、飛ばすのが難しい感じですよね。で、あと、ポイズンのジャンプ級も試したこと、あ、ブレイクジャンプですね。やって、あれも結構飛ばしにくい感じがしますね。で、他にはそのアダムさんで剣とかすごい高いシリーズが出てるんですけど、まあそっちはついたことないんですけど、結局、カーボンじゃないから重いのかな。ということで、まあ今選ぶとすると、エアドライブ2かキューテックっていう感じになると思うので、次でちょっとそのメンズさんのエアドライブ2とのスペックの比較をしようと思いますので、どうぞ。今から最高のジャンプ機を買おうと思っている人は、プロペルかエアドライブ2かで迷うと思うんですよね。わかんないですけど、ちなみにエアドライブ2の見た目はこんな感じになってます。めっちゃこの宣伝画像かっこいいですね。プロペル完全に負けてますね。まあ、私エアドライブ2使ったことないんでわかんないんですけど、買うとき迷いましたね。どっちも評判いいし、ブレイクで言うとラッシュか G みたいな感じですね。なんまらいいと評判のエアドライブ2なんですけど、プロペルと同様、シャフトがカーボンなので、基本的な性能は似てると思っています。使ったことはないので、あくまでスペックの比較をしてみました。こちらがプロペルのスペックの方になりますね。シャフトとエクステンションがほぼ同じ重さなのがびっくりしました。エクステンション結構短いんでですね。で、もう一つのスペックになります。プロペルの方ですね。重さの合計が11オンスになります。続いて、エアドライブ2の方のスペックになります。ちょっと重さにばらつきがありそうな、なさそうなっていうのがちょっと気になりますかね。はっきり重さ公表してないっぽいので、販売店が実際に測っての結果がこれなんだと思います。そしてエクステンションは別売りになるので、エクステンションのスペックがこちらになります。重さは軽いですね。長さは10センチになります。プロペラの方のエクステは計算してみると8センチちょっとなので、2センチ弱長いんですかね。で、オンストグラムでいろいろ比較がしにくいので、Windows 標準の計算機でこのようにシコシコ計算して、まとめた結果がこちらになります。はい、まず値段ですが、プロペル高っ。まあでも、エアドライブ2はエクステが別売りなので、それを考慮しても、プロペルの方が8000円弱高いですね。でも、エアドライブ2に標準されているトランスタップって確か高かったので、タオム 2.0 って高いので、それ、まあ、それは、どうでもいいですけど、でも多分アメリカで買うと多分逆の結果になるんでしょうね。輸入費っていうのは高くなってしまうんだと思います。で、次は先綱の方はプロペルの方が太いですね。そうですね。実際、使ってて太いと思いますね。長さはエクステをつけた状態でもつけない状況でもプロペルの方が両方5センチぐらい長くなっています。重さの方はこれはエクステつけなければプロペルの方が軽くて、つけるとエアドライブ2の方が軽くなってますね。はい、スペックを見てみましたが、実際どんな感じなのかは、ご承知の通り、実際ついてみないとわかりません。本当にごめんなさい。まあ、実際試打してみないとわからないですし、個人的には実際試打してみた程度じゃなかなか判断が難しいと思うんですよね。先ほども言った通り、簡単に飛ぶからといっていいジャンプ級とは私は思ってないので、まあ、プレ級とかもそうなんですけど、みこしとか飛びが少ないからいい級だっていうわけでもないと思ってますし、これめっちゃ引けるとかめっちゃ押せるから、いいのかっていうとまた別な話だと思っています。両方ともかなり使い込まないと本当の意味での判断はできないと思うので、ぜひ両方買って私に教えてください。次におまけとして後でちょっと紹介すると言いました私のベリーショート用のジャンプ機を紹介します。はい、ご想像通りドクターポッパーです。早速プレイ動画を見てみましょう。これは手玉 0.2 個分ぐらいの間隔ですかね。こんな状況、なんかブレイクショットで見ましたね。次はもうちょっと短めで、3ミリ弱ぐらいですかね。
いいですね。私この Q は大のお気に入りで、この Q の紹介している動画が YouTube にはたくさんあるんですけど、どれも簡単に飛ばしているように見えるんですが、まあ、実際は飛ばすのに結構コツが必要でして、私も最初全然飛ばせなかったんですが、最終的にはまあ飛ばせるようになりました。ちなみに今まで人に貸して、試させてって言って飛ばせた人は今のところいませんね。1ミリとかの間隔でも飛ばせることは飛ばせるんですけど、まあ、距離が短くなればなるほど成功率は下がるので、実践で使えるのは実質 0.5 個分ぐらいまでですかね。まあ、クッションとの成功率との比較で、クッションもどうしても難しいっていう場合にはこっちを使うことがあります。まあ、私の考えなんですけど、チョーク1個未満を飛ばせるのはこれ系のジャンプ球しかダメと思ってるんで、まあ、同じタイプとしては、マティキャリーとかもありますね。まあ、理論とかいろいろあるんですけど、説明するとちょっと長くなるのでただでさえお金とか投げよって言われてるんで需要ないと思いますけど、万が一要望があればいつか動画を作ります。こんな今日必要ないよっていう、まあ普通思うんですけど、まあセーフティーからだと稀に必要なケースがあることがあります。例えばですね、2019年の世界テンボール選手権の決勝、私の大好きなジョシュア・フィラー対、これまた私の大好きなコピンチョンですね、の3セット目になります。で、見てくださいこの配置、ジョシュア・フィラー選手の超絶セーフティーから回ってきた配置ですよ。クッションも、ジャンプからのクッションも、なんかなさそうに見えますね。あ、レロコはここでジャンプに行くんですけど、そう彼はジャンプめっちゃすごい上手い選手で、まあ、使っているジャンプ球もそれほど高いジャンプ球ではないんですけど、かなり飛ぶジャンプ球を使ってますけど、でも実質この配置手玉が募ってて、実質球 0.5 個分が飛ぶぐらいのジャンプをしないと実は無理な配置なんですね。彼のジャンプ球だと、まあ、限界が球1個分ぐらいだと思うので相当厳しいと思います。でも私がドクターポッパーを持って代わりにこの舞台に立ったらみたいな想像しちゃったりしますけどね。まあ実際やったら壮絶な球ミスで世界を恥さらしで終わりそうな気がしますけど、そうマッセっていう手もありますけど、マッセコンディションに左右されるし、私ジャンプマッセ苦手ですし、ジャンプは、コンディションに左右されないというメリットがあります。このセットの結果は、そのリロコのジャンプが失敗してファールになって結果、1対1からブレーキになるこのセットを落として、次にまつわられて3対1にリードされていました。ベリーショート系のジャンプ球を持っていて、かつ練習していれば、このセットを落とさなくて済んだかもしれません。はい、以上おまけでした。長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。